公内駅名標。大分スポーツ公園総合競技場の絵柄。高城駅は、大分県大分市高城新町にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。島式ホーム一面二線の設備を有する地上駅。ホームの端に駅舎があり、そこから古戦橋で外部に出る。駅本屋は、開業時より、駅北側の地上にあったが、2002年の、 サッカーワールドカップの開催に合わせて移転改築された。駅舎は大分スタジアムをイメージした駅舎で屋根上にはサッカーボールのオブジェがある。駅本屋に多目的トイレが設備されている。フーリガンによる暴動を念頭に同床安定剤を使用して軌道内のバラストを固定しており沿線に点五メートルのフェンスを設置している。JR 九州サービスサポートが 駅業務を行う、業務委託駅である。当初は2018年3月17日に、牧駅西崎駅間に、駅遠隔案内システム、アンサーを導入した上で当駅を無人化する予定であったが、当駅坂の市駅間に関しては、アンサー導入は見送られた。JR 九州は、駅のバリアフリー工事の進展状況や、アンサー導入駅の利用状況を踏まえた上で、 当駅にもアンサー導入を検討するとしている。IC カード守護課は、出入場とチャージのみ対応。2020年度の1日平均乗車人員は1362人で、ある。2002年サッカーワールドカップも行われた、大分スタジアムの最寄り駅である。沿岸は、大分臨海工業地域になっており、新日鉄住金の大分製鉄所がある。駅、 北側ロータリー付近に、高城駅前、国道197号線沿いに、高城駅南側に、高城東停留所がある。本数、路線系統数とも豊富なのは、古仙橋北側出口より、徒歩3分、国道197号線沿いの、高城停留所である。高城駅前停留所は、事実上、大部中学校、高等学校、 大分県立情報科学高等学校へのスクールバス乗り場となっており、他は運転免許センター行きが朝1本運行されるのみである。また、高城東停留所は大分一律河川のみの運行で1から2時間に1本程度の本数である。ありがとうございます。